滅の力が。お前が行くんかい。何を見てる。こっちに来たく。オトモンはライダーとの絆を裏切らない。その代わりライダーが間違いを犯したらオトモンに大きな負荷がかかってしまうんだ。こうなることが分からなかったのかい。あ、俺がライゼクスをやったからか。相棒を責めないでやってくれよ。それが間違ってたってことね。相棒は強硬化したモンスターを止めたかっただけなんだ。今の君たちはレウスを守りたいのに逆にレウスを傷つけてしまっている。どういうことだよ。自分のことしか見えていないネルギガンテに執着した結果傷つくのはレウスなんだ。どういうことや。ネルギガンテは関係ないだろ。本当にそう思うかい。レウスは君たちのために頑張りすぎた。ああ、相棒も俺もレウスを守りたいんだ。それなのにまさかレウスを傷つけていたなんて。きつい言い方をしてすまない。今の君たちを見ていると昔の自分を見ているようで苦しいんだ。昔の自分。ああ、レウスのこともある。一旦村に戻って話そう。落ち着いたか。レウスなら休んですっかり元気になったみたいだ。そうじゃなくてさ。ああ、相棒はまださっきの続き。私たちを見ていると過去の自分を思い出すって。あなたも何かあったの。昔の自分のことはあまり話したくなかったんだ。明るい話にはならないが、それでも聞くかい。昔話入ります。聞かせてほしい。俺はモンスターによって母を失った。え、マジか。モンスターを滅ぼすためにライダーになったんだ。それからというものモンスターをひどく憎んだよ。敵を討つために力ばかりを求め絆なんて求めなかった。そんな。でも力は絆に勝てない。それを教えてくれたライダーがいた。それはレドではないんだよな。クアン村の村長が言ってた伝説のライダー、俺の昔の相棒さ。戦って気づかされたんだ。絆こそがライダーの力なんだと。憎しみという感情に振り回され、俺は何も得ることができなかった。むしろ大切なものを失ってしまっていた。たくさんの人やモンスターを傷つけレイヤを傷つけていたんだ。それでもオトモンはあなたを見放さなかったのね。俺の話はここまで。大切なものをなくした原因を憎んだり救えなかった自分を責め続けることは新たな犠牲を生む。それは分かってほしい。聞いてくれ、千の穂村でモンスターの目撃情報だ。またか。ネルギガンテかもしれない。次はディノバルドかな。どうせネルギガンテ来ないでしょう。いつネルギガンテがこの村を襲ってもおかしくない。村を出ようか。よし、じゃあ次ライゼックスの武器を見よう。あ、出た出た、かっこいいの。お、これ使ってた俺。これ使ってたよ。記憶あるもん、こんなん。いいね。93か、これ体験だよね。93。ラギアは89。あ、じゃあこっちの方が強いな。わ、もう早速ラギアの武器作る意味なくなっちゃったな、これ。結構さ、あれかな、俺がご了承しちゃってんのかな、もしかしたら。まあんなことねえか。防具は？あ、あ、あるね。おー、らしいらしい。髪の属性大、防御中、弱点特攻。弱点特攻来てるじゃん。ちょっと待って。コントローラーがバグってしまった。部位に有効な武器で攻撃したとき、回収率がややっぱ、これ強くね。
これ強すぎるだろ。んで、グラビモス、アシュは、ガード系だな。はいはい、ガード系だ。ライゼックスの防具強い。これは強いぞ。いやー、これさ、作って、ただね、素材足んねえよな。足りるんだよな。足りちゃうんだよな。行こうか。武器もでも作りたい。ちょっと待って。いや、行こう。これ作っちゃえ。ちょっと頭の見た目がね、グロテスクな感じあるけど。装備。で、武器もそしたら作りたいけどね。たださすがにこれ足りねえから。まあ、もう一戦寝る、ライゼックスできたら倒して、ちょっと体験作るかもしれん。モンスターの目撃情報はこの辺りだけど。ネルギガンテは見当たらないな。一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうしてライダーになったの？絆石。その絆石はレドのもの。私がそれをこの子に渡したの。この子ならレドの意志を継いでくれるんじゃないかって。そうか、おじいさんの背中を追いかけているんだね。その思いを継ぐことは大切だと思うよ。おじいさんを追いかけるなら君は何をすべきだと思う？相棒がすべきこと？君はライダーだ。お供がいて仲間がいる。今の君たちにできることを考えたらいいんじゃないかな。その答えが出たらきっとおじいさんに追いつけるはずだ。今の俺たちにできること。さあそろそろ行こうか。ブラキディオスだ。なんだこれ。まずい、離れろ。なんだあれ、爆発したぞ。ブラキディオスだ。こいつも強行化している。またかよ。どいつもこいつも光りやがって。あ、また反応してる。私たちがやるべきこと。それは何？行こう。いや、答えが欲しい。変身。ライゼックスの服が似合いすぎてる。この仮面ライダーとライゼックスのさ、相性抜群にいいよね。で、なんと武器もライゼックスにしてきました。何をやったらいいの俺たちは。レウスを信じること。レウスを信じることをすればいいですか。ちょっと待てよ。こいつは確か毒になるはずだから。うえ、毒にし、てか本当にあれだな、優秀だな、ロアルドロス・アシュ。やばいね、マジで。今んとこ俺一番おすすめのモンスターだわ。一番おすすめのお供。どうしようかな。頭多分斬撃効かないだろうけど、とりあえず撃たなきゃ。粘着スタンプ、マジでいきなり撃ってくるんだ。お、229、強い。うー、相手も強いわ。やべえ、粘着をつけられちゃった。ダメージがシャレにならない。アイテムはないか。いや、あるんだがな。あるんだが、今俺使えねえぜ。ちょっと待って、オトモンで、ハイポイズをさせといて、で、俺も、あいつパワーだったから、オッケー、あ、使えないのか。
パワーだったからテイクじゃなくてスピードで飛ぶ。よし、相手のことをキャンセルさせる。毒になれよ。ならぬか、ならぬか、マジか。ちょっともう一丁やりたいね、ハイポイゾで。ワイはため切りのスピード飛ぶ。あ、やばい、待って、回復させてあげなきゃ。やばい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 、めっちゃ火力出るな。ライゼックスの防具だからかな、こんな火力出んのって。一応ね、ティガの武器よりね火力は低いんだよ。さあ毒なれ。うわー、おお、毒なったら一応もう下げれるんだけどね。お、すげえ、もう見て見て見て、青白く光ってるわ。でちゃんとね買ってきたんだよね、こんなこともあろうかと。すげえ、なんかもう2周目みたいな行動しちゃってるけど、ちょうど切らしてたから買ってきたんだ。いや、ディノマルドだと思ったけどね、フラギディオスだったか。あー、でも火力は高いね。よし、猛毒来た。さあ怒ったぞ。200か、いいダメージ入るね。でさっきまでパワーだったから、テクニックかスピードになるってことか。じゃあテクニックでは無難だな、テクニックでは無難が。しかしここは一回回復しといた方がいいか。どうよ、いや相手なんか全体攻撃やってこないよな、さすがに。全体攻撃やってきたらやばい。あ、テクニック封じ、やっぱテクニックってことか。すごいね、封じ系も使ってくるようになってきてる。いいないだめ。あー、先にお前が動くのかよ。これは封じで何もできない。おーおーおおお、この封じ系厄介だね。お、ナイスライド。次何してくる。一回回復入れとくか。生命の粉塵、粘着チャージ。あら、やばそうなの来るね。粘着チャージやばそう。あ、でもこれキャンセルしてくれるから。不思議だね、敵が現れる時だけちゃんとそこの地形になってるわ。いいよいいよいいよ。うーん、でテクニック封じだからスピード打ってくるから、今攻撃受けるのやべえな。いや、かといってガルルが出すのもな。だいもうテクニックの音も変えようかな、そろそろ。なんかガルルがね、打たれ弱さがちょっと目立つね。で、ワイは笛さんいきます。笛さん、笛さんにして殴る。入れ、ダブル入れ、ダブル入れ。よーしよしよしよし、うまいこといった。おお、そうか、こいつ2コードか。もう一丁これいけるか。もう一丁いけるか。欲張っちゃうよ。よっしゃ、欲張っちゃいました。で、もう一回俺のとこ来たらやばいな。来んなよ。よし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 。で、これどうしよう。ライドして止めよう。だいぶね、戦闘がもう完璧な近くなってきたんじゃない。頭壊します。グレートスマッシャーやばい。あれ飛び込んでくるやつじゃない、バーンって。さあ、いけガルルが。いい選択だ、毒状態いいね。頭壊せ壊せ壊せ、頭壊せ。あ、落ち着いたかな。これさ、どうやったらさ落ち着くんだろう、こいつは。ちょっと待てよ。どうするのがいい、どうするのがいい。いや、とりあえず頭壊すぞ。頭壊す、よし、オッケー。あ、よし、頭壊したダウンか。ベノムスパイク、おお、いいダメージ入ってる。いいな、絶一も俺も作りたくなってきた。だって竜属性だよ、ネルギガンテに相性抜群じゃねえかよ。
尻尾はどうよ、ハンマー。ああ、全然ダメだね。全然ダメでござる。お？オールチェイサー。あ、それなんだ。それオールチェイサーって言うんだね。トン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 。んで、一回笛吹いとくか。笛の覚醒の歌吹いて。まあ、ガルルカにかけるっていうよりは、この二人にかけるって感じかな。こっからやばいの来るんじゃね？ほら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 。あれだよ。地面にやって、バーンってやつ。絶対あれ来るっしょ。しかも麻痺溶けとるし。テクニック封じしてスピードだから、まあスピード打ちは安全か。そうだな、スピード打ちは安全だ。あ、ちょっと待って、 V が1個増えてた。壊せ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 。よし、ナイス。あー、終わりました。正面から相手できるとは。任せんさい。てか最近レウスの出番 なくね。レウスの話なんだけど、もうなんかロアルドロスが主人公みたいになってる。ロアルドロスばっか使ってる。そうか、ブラキディオスも仲間にできるってことだよね。いいね。やったな。てかさ、モンハンシリーズで一番モンスター出てね、このシリーズ。私少し分かった気がする。何何何何何、レウスを信じることとか言うの。ん、この子を支え、レウスを守る。エドが成し得なかったことをするために、それが今の私にできること。自分の使命ってことか。俺にできることは、最悪を止めるために全力で相棒とレウスをナビすることだぜ。もう過去の自分を責めるのはやめる。そうか、そうこなくっちゃ。それじゃあ仕切り直してネルギガンテを探そうぜ、相棒。多分次ぐらいネルギガンテ来るんじゃないかな。てかね、ここね、ワープゾーンがないのさ。だからこういうところの宝箱とか取り逃したらね、もう一回戻ってこなきゃいけないの。しかも結構長いんだよ。しかもここ取れない。溶岩が取り巻いてて、だからね、大変な。ほら、意外と長かったよ、このここのマップ。まあ、全部ね、カットしちゃってると思うんだけど。さあ、ブラゲディーズの武器と防具見るも、あ、そうだ、なんとジンオウガ倒しました。あのね、フィールドキングモンスターのジンオウガじゃなくて、普通に湧くジンオウガね。まあ、何が違うのかなと思うんだけど、多分、戦う場所かな？おそらく倒せたら、こういう装備いきなりもう作れちゃうよっていう感じだとは思うんだけど、普通にね、後に湧いてくるんだよね。てか待てよ、普通にこれ。あ、体験なかった、よかったー。いや、待て待て待て、片手剣102ってお前。ちょっと、チート性能じゃないですか。あ、爆破やられ、来たこれ。爆破属性。しかも火属性プラス爆破属性。すごい。これすごい。いや、でも片手剣102は魅力的だな。どうしよう。変えるんだったら、まあ、王宮遠雷を作って、ザザミのやつを更新するって感じかな。でもそうすると雷だらけになっちゃうね。で、おそらく次、ネルギガンテなんですよ。なんとなくだけど。わ、強いな、ジンオウガの武器。あ、で、ハンマーとかもちゃんとあるね。お、笛もある。いいね、この笛。いや、爆破やられは魅力的だよ。作るんだったらこれだな、バカやられで。で、弓もあるわ。おー。結構これも良さそうだね。お、黒グラビの武器もあるわ。すげえ、武器がめちゃくちゃ充実してきた。うわ、懐かしいこれ。ちょっと裏側見たい。これ俺使ってたな。確かあれ、ドスの時ともあった気がするな。黒にもなるんだよね。で、ジンヨーガは？おー、雷属性強化の会心で回復するのか。いいね。相棒は ?HP 半分以下の時、絆ゲージが上昇しやすくなると。まあ、ライゼックスはね、弱点で当たると、回心上がりますから、やっぱ普通にこれ強いよ。だって普通に回心ポンポン出るもん。んで、ブラキ。回心中、怠慢好きボーマー。おーおー、バカヤレを使ってくんだったらこれありだね。まあ、防御力はこの辺と同じだ。
そろそろあれなんじゃないかな、もう、あ、上のやつはリオレウスとあと古竜系じゃない、あとアグナコトルもいるけど、まだあいつ倒してない、それになってくる感じだね。で武器はねまだ強化できないんだよな。まあこれでね、ギガンテ挑むか。そう、古竜の血がいるんだよ、もう。いや、ネルギガンテこれで挑もう。よき、この気配は。今度こそネルギガンテ、こっちよ。うん、これでフロンティアにいたサソリみたいなやつだったら笑えるけどな。あれね、あのフロンティアもやってたんですよ、実は。もうそれこそ12年前ぐらいかな。めちゃくちゃ廃人だった。寝カフェにこもったり、家でもう、1日10時間ぐらいやってたりとか、最低で10時間やったからね。最低で10時間。まあもう、秘伝防具とかね、作りまくってましたよ。あ、ゲネルセルタスの青、青じゃない、アッシュだ。うわ、倒したいなぁ。そう、でね、まあこういうやつがいたんですよ。で、クリスタルのとこにいて、そいつは、クリスタルの、クリスタルのなんか、こう、まあ、それはもう調べてください。すいません。説明ができない。調べてください。なんか、イベルカーナがいそうな雰囲気してるわ。このクリスタルってイベルカーナの感じもあるもんね。でも、ここ火山だしな。すぐそばに。いや、火山にイベルカーナ出てきたよな。ああ、俺のヒゲも感づいてるぞ。いいアングル？大丈夫だぞ、エナ。相棒だって、俺だって、シュバルだっているんだからな。お、ネルギガンテ来た。なんかすげえマガマガしくね？ネルギガンテ。うおー、ちゃんとそれだよ、ネルギガンテだ。今思ったらさ、ここの地域ってすげえ強いアッシュがいっぱいいんの。それこそラギアクルスアッシュとかティガレクスアッシュとか。ネルギガンテの目的を知ればいい。まあ確かにな、こいつとレドじいちゃんが、こいつなのか。そうだから、そのシュバルとレイヤーがいる段階でカットった方がいいかな。まだね、倒してないやつ結構いるんだよね。んで、こいつはどう出る？ネルギガンテ。まずは、もうお決まりかもしれませんけど、まずはロアルドロス。プラス、弓。いや、ビートガンロックの方にしよう。あ、V ないんだ。テクニック、オッケーオッケーオッケー、アイステクニックだ。いや、これ多分あれだな。途中で逃げるんじゃないの？もしかしたら。いや、そんな気するよ。あ、ハンマー効かねえのか。さあ、でもダブルアクション決めてく。ダブルアクション決めれるときはどんどん決めていくか。もう一回いけるね、ダブルアクション。いや、うまくなったな、戦闘。めちゃめちゃうまくなってる。で、あ、白い時計、あ、来た。なるほど、こっからってことね。こっから多分 V が出るんでしょう。で、覚醒の歌。あ、パワー系になってるか。自分の心配をして。ナイス。お、あれね、読み方わかんねえ。
いってーいってーいってー、おいおい、防御力足りてるかこれ。しかもスターだってさ、今やばいな。パワー系でしょ。待て待て待て、パワーで1回、いや2回ゴールドをしてくるはずだから、1回回復挟んどこう。で、毒になってるからもうね、ロワールドロス下げてもいいかも。おお、さすが滅一門。おっ、ネルキングでスパスダウン。うわっ、彼もロワールドロス以外。よし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 。わ、レイヤーも HP やばい。いや、怒ってなかったんか今まで。今までお前怒ってなかったんか。怒ってなくて、その火力。ちょっと待って、スピード打ってくるから、またお前か、ちまたガルルガかよ。またガルルガになっちゃうよ、俺。どうしようかな。いや、ロアルドロスで行くっていうの手だな。ロアルドロスで行くか。うん、ロアルドロスで行くか。行こう、ロアルドロスで行こう。で、弓に変える、俺。弓に変えて、ここで麻痺取ってく。あいつはスピードだからテクニックな。で、翼でしょ。うわ、やばいのやってくる。ちょっと待って、このまず食らったらやばい。あいつ必殺技打ってくるぞ。まずいな、次のターン何とかしなきゃ。今回はこれで何とかしのげた。麻痺しろ。よっしゃー、いいよいいよ。んで1回回復挟む。多分これ回復しないとマジでやばいから、むしろ回復してもやばいかもしんない。さあ、モーション見たいから、ちょっとこれスピード1倍に下げました。猛毒も入ったら嬉しい。完璧。おお、完璧。こう完璧のペキ。お、しかもテクニックになってる。いいね。足にしてみようかな。あー、全然効かねえな。さあ来るぞ、例の技が。まあ麻痺してくれてもいいんだからな。うわ来た。うわ、これこれ、やばすぎ。ちょっと待って、やばすぎだろお前。トゲをどうにかすれば。分かってる分かってる分かってる分かってんだよ、分かってるけど純粋に間に合わねえんだよ。いや、やばすぎるだろ。やべえ、一気に恐怖に変わってる今。一気に恐怖だよ。そうだよねそうだよねそうだよね。ここでスキル覚醒と巻いて、そっから体験で立ち回ろう。体験で立ち回ろう。次は自分の心配をしろ。ここで麻痺も、うん、でも麻痺も追加で入れたいんだよね。よし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 。どこで麻痺を入れ直すかだな。それがすごい難しい。とりあえず、あいつテクニックだからパワーだね。とりあえずここ3ターンぐらいためで、おお、いいダメージ。はい、毒にもしていく。オッケーオッケーオッケー。お、雷ダウン来た。これ雷ダウン来た。これため切り、これでだいぶダメージ稼げるんじゃない。800ぐらいいくんじゃない、このダブルアクションで。あれ、ダブルアクションはないのか。おお、強い強い。さらに毒重ねていく。で、そろそろ、いや、まだいけるな、まだいけるな、まだいける。で、ここでライドしてもいいけど、
いや、ライド使いどこじゃないんだよな、まだ。まだ俺の中ではライド使いどこじゃない。あ、違う、トゲ生えてるからいいや。トゲ生えてるからライドしよう。ライドして、で、麻痺も入れたいね。まあ、ムーンサルとしても入れるか。で、弱点がまあ、わかんねえけど、多分翼は、いや、待て待て。頭部は残弱点だと思って、いや、ハンマーかな、もしかしたら。頭部は残弱点だと思って入れとく、先に。よしよしよし、かなり減ってる、かなり減ってる、かなり減ってる。あんまりあれか、ボヤ界のあれは、や、耐久値高くないんだね。じゃあ、麻痺取るより殴った方がいいか。多分そうだな。で、俺のこと狙っておる。で、あいつ、なんだったっけ、パワーか、パワーか、パワーか。パワーか、パワーだよな。え、違う違う違う、スピードだ、スピードだ、スピードだ。スピードだ。テンプル、テンプル。パワーだったいや、でもタイミングよかった。いや、パワーだったか。そうか、まだ怒ってねえからな。これで一旦お茶濁させていただきます。よし、もうちょい、もうちょい。しかも弱点だった、よかった。さすがに今回はやられたらもう終わりだからね。頼むぞ、まだ撃ってくんなよ、まだ撃ってくんなよ、まだ撃ってくんなよ。よし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 。パワーだからスピードで、頭。オッケー。多分ね、この次に撃ってくるんだよな。よし。あ、大技を。待って。え、1個じゃダメなんだ。やばい、1個じゃダメなんだ。ちょっとやばい。そうか、原作通り2個なのか。これはきついかもな。さあ、怒った。こっからよ、こっからよ、こっからよ。で、こっからスピードになるはずだから、ためのテクニックで足結構稼いでね。よし、行こう。壊せよ。よー、1770だ。白い時の子はあれでやらかかって、ちゃんとちゃんとやらかかって。待て待て、おいわ、普通の状態で死んだら本末転倒だぞ。待て、普通の状態で死んだら本末転倒。よし、生命の粉塵ありがとう、生命の粉塵ありがとう。テクニックチャージで攻めていく。さあ、これで壊れろ。誰も死ぬなよ。うわ、やばい。よし、ナイスー、ナイス。ここで回復したいけど、回復したいけど、今攻め時でござる。ここは攻め時でござる。ちょっと待って、いや、いける、これでいい。ファルコーン、パンチ。やべ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 、俺回復しよう、俺回復しよう、俺回復しよう。くんちゃん回復、くんちゃん回復、くんちゃん回復。弱ってる、弱ってる、弱ってる。よし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 。いやー、ギリギリの戦いすぎる。テクニックね、オッケーオッケー、まだテクニックね。ギリギリの戦いすぎる、これは。猛毒にしろ。うわー、なんねえか。うわー、やばい。やべえ、やべえ。ちょっと待って、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 ちょっと待って。あいつテクニックだから。うわー、やべえ、硬え、なんか。うわ、全然硬いんだね、白くない時って。よーし、いけ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 。おお、来た来た、ナイスタイミング。来たぞ、これ。このタイミングはもう、完璧すぎないか。お前の死を誘うかのように。さあ、行くぜ。合体飛行技。おお、すげえ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 。ドラゴンボール、ほら、なーにーなーにー。ちょっと待って、マジかよ。おい、マジで言ってんのか。やべえ、しかもトゲが生えてる、トゲが生えてる。頼むぞ。
死んでくれ。ギリギリやんのか。ちょっと待って、あ、危ねえ、間違えるとこだった。スピードになってるからテクニックで攻めたいけども、ガルテが出したら多分死ぬから、ここはもうあえて、よっしゃーよっしゃー、あぶねえ。もうおしまいか。やべえ、ちょ、ゾーン5000、経験値5000、交流のチゲット、はあ、よかった。最後あのさやつさ、こっち来てたら終わってたよね。ロールドロス来たら終わってたよ。